ドニエル・マーシャル、ドニエル・マーシャル、ドニエル・ラマル・マーシャル、1973年5月18日隊は、ペンシルベニア州レディング出身の元バスケットボール選手。NBA で1994年から2008年まで14、シーズンプレイした。ポジションは、パワーフォワード、スモールフォワード。身長206センチメートル。 体重 111kgNFL の電動入り選手、デニー・ムーアをおじに持つ。大学はコネチカット大学でプレー。2年目にはチームのリーディングスコアラーとして活躍し、17得点7.8リバウンドの成績を残した。3年目には25.1得点8.9リバウンド3.3ブロックの成績を残し、ビッグイーストカンファレンスの年間最優秀選手に、 選ばれた。他にもいくつかの賞の候補に選ばれていたが、多くの場合で、グレンド・ビンソン、1994年の NBA ドラフトの1位指名選手に受賞を阻まれた。このシーズンに記録した通算853得点、フィールドゴール成功数307本、フリースロー成功数200本、111ブロックは同行の新記録となった。 1994年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたマーシャルはミネソタティンバーウルブズより1巡目4位指名を受けて NBA 入りを果たしたルーキーシーズンから即戦力として活躍したマーシャルは NBA デビュー戦となった開幕戦では26得点8試合目では早くも30得点を上げたシーズン中の2月にはトレードに出されるも 移籍先のゴールデンステートウォーリアーズでは、先発に昇格。12.6得点5.6リバウンドの成績で、オールルーキーセカンドチームに選出された。翌95から96シーズンは、ドラフト1位指名ルーキーの PEF ジョー・スミスに、出場時間を奪われる形となってしまい、以降2シーズンは、成績が落ち込んだ。しかし96から97シーズンのオフには長らく、 ウォリアーズを支えてきた SF のクリス・マリンが97から98シーズン中にはジョー・スミスがそれぞれチームを去ったためマーシャルには多くの出番が与えられるようになった。成績は自然と上向き97から98シーズンには15.4得点8.6リバウンドの成績を残した。1999から2000シーズンには14.2得点10.0リバウンドと キャリア初のシーズンダブルダブルを達成したが、ランティー MC 解散以降不振が続くウォリアーズは、このシーズンも19勝63敗と低迷を極めた。ウォリアーズはこのオフに4チームが絡む大規模なトレードを観光し、マーシャルもこのトレードに組み込まれ、6シーズン過ごしたウォリアーズからユタジャズに移籍することとなった。強豪ジャズではキャリア初のプレイオフ進出を経験する。 マーシャル自身は広いシュートエリアを武器にカール・マローンに次ぐ第二の得点源として活躍したがマローンとジョン・ストックトンの力に陰りが見え始め車用の時を迎えていたジャズでは一度もプレーオフ一回戦を突破することはできなかったジャズでは2シーズンだけプレーしフリーエージェントとなったマーシャルはシカゴ・ブルズと契約したブルズでの最初のシーズンとなった02から03 シーズンも14.7得点9.9リバウンドと、高成績を維持し続けていたが、マイケル・ジョーダン引退以降低迷していたブルズは、若手中心の本格的な再建に乗り出したため、03から04、シーズン途中に30歳のマーシャルは、若手のタイソン・チャンドラーにポジションを譲る形で、トロント・ラプターズにトレードに出された。低迷中のラプターズでは、ベテランとして、そして、 スリーポイントシューターとしての役割が求められ、スリーポイントシュートし投げ数、成功数ともに激増した。04から05シーズンのフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦では31歳にして、キャリアハイとなる38得点を記録。さらに同試合では12本のスリーポイントシュートを成功させ、これはコービー・ブライアントと並ぶ NBA の最多記録となった。ラプターズ在籍時は、 スリーポイント成功率41%と高い確率を誇り、シューターとしての地位を確立した。オフにフリーエージェントとなったマーシャルは、クリーブランドキャバリアーズと契約。キャブスは21歳のエースレブロン・ジェームスを中心に1998年以来のプレーオフ進出を狙っていた。マーシャルは、シックスマンに転向し、ジェームスとドリュー・グッテンらの控えとしてプレーした。 シューターとしては十分な活躍はできなかったが、貴重な控えスコアラーとしてチームに貢献。キャブスにとっては8シーズンぶり、マーシャルにとってはジャズ時代以来3度目となるプレイオフ進出を果たした。翌06から07シーズンはさらに成績が後退したが、プレイオフカンファレンスセミファイナル第6戦では6本のスリーポイントシュートを決め、チームをカンファレンスファイナルに導いた。 キャブスはカンファレンスファイナルでデトロイトピストンズを破り念願のファイナルに進出したがサンアントニオスパーズに4戦全敗で敗れた。07から08シーズンに故障でシーズンの大半を欠場したことで一気にパフォーマンスが低下しシーズン中の2月21日には3チーム11人を含む大型トレードでシアトルスーパーソニックスに放出された。 08から09シーズンはフィラデルフィアセブンティシクサーズでプレーし、その後引退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。